H.O.T. は韓国の男性5人組アイドルグループ。韓国アイドル界第一世代。グループ名は、ハ、は、イ、い・ f i v e of t e ー n エイジャーズの略で10代の勝利という意味が込められている。ファンからはエチョキとも呼ばれている。1996年のデビューから2001年の解散まで韓国で圧倒的な人気を誇り、韓国アイドル界の歴史を変えたとも言われている。 活動を当時、韓国のスマップとメディア等で紹介されていたことがある。ファンクラブもしくはファンの総称は、クラブ HOT。公式応援カラーは白。ティーンエージャーが、それまでの世代とは、異なる高い消費力で、新たに、韓国のポップカルチャーを担うようになっていた1994年に、彼らの取り込みを目論んだ、韓国の芸能プロダクション SM エンターテインメントによって、 10代の代弁者として企画され、1年の選抜期間を経て1995年に結成。1996年に韓国音楽界にラップとダンスを浸透させ、10代に圧倒的な人気を誇りながら元地上として解散したソテジワーイ・イズルと入れ替わるようにデビューした。当時の韓国では、自己の音楽的アイデンティティを反映させるのではなく、 芸能プロダクション等他社が作ったコンセプトに基づいて結成され活動をする大量消費を前提としたアイドルグループというのは珍しかったが1318世代の女性らから熱狂的な人気を獲得して第二の HOT を狙ってデビューした z ク k i イスなどのアイドルグループと共に韓国ポップス界をアイドル中心に一変させる一大ブームを巻き起こしたその後後に SMP とも呼ばれる社会問題をテーマにした歌詞にラップコア上の曲と派手なダンスを融合させた独特のスタイルを確立する一方、1998年にリリースした3週からはメンバーらが直接楽曲制作に携わり、2000年の5週ではリード曲も含め全曲の作詞、作曲、編曲を手掛けるなど次第に他のアイドルグループとは異なる。 独自性をコンセプトとして打ち出したマーケティングにシフト転換した。中国本土でのマーケティングにも注力し、2000年に北京公演を成功。若年層に完流という形で、韓国ポップスを中国国内に浸透させた。韓国国外でも一部のマニアファン層が存在し、日本ではデビューしていなかったが、定期的に来日して、ファンクラブなどのイベントを行っており、 2001年には ABEX からオリジナルアルバムも発売した。しかしメンバーが全員20代になり、大学卒業による閉園駅の延長が難しくなったことから次第に人気があるうちに解散するのでは、との憶測が囁かれ始めた。2000年11月にメンバーが飲酒運転により摘発されたことを受けて活動を自粛。 2001年2月27日に開催された単独コンサートにて解散説を否定したが、2001年4月に SM との専属契約が満了したとニーアン、チャン・ウヒョク、イ・ジェウォンの3人が、翌5月、元 SM 社長のチョン・ヘイクが理事を務めるエンターテインメント企業、サイダスと当時同系列であったイェジョンメディアに移籍し、同年6月、 契約が残っていたカンタとムンヒジュンがソロ歌手として SM と再契約を結んだため事実上解散を迎えた。移籍した3人は2001年末に新たなグループ JTL を結成。当初、活躍が疑問視されていたが、アルバムは50万枚を超えるヒットとなった。しかし2004年から2005年にかけてメンバーの独立や移籍により自然消滅の状態となった。 二千十八年一月二十九日に韓国の地上波局 MBC がバラエティ番組無限挑戦の旧正月特番土曜日土曜日は歌手だシーズン3にて再結成二月十五日に MBC ドリームセンター公開ホールにて再結成ライブを行うことを発表応募者が応募開始一日で当初の予想をはるかに超える十万人を突破したため会場を ソウルオリンピック公演内オリンピックホールに急遽変更した。2018年2月15日上記再結成公演が開催された。2018年10月13日から14日の両日三室オリンピック総合運動場、ソウルオリンピック主競技場にて17年振りとなる単独コンサートを開催。SM の創設者であるイスマンが当初、 プエルトリコのメヌードの卒業システムからヒントを得て、グループ名に、ティーンエージャーという言葉が使われていることからも、わかるように、もともとは、10代による10代のためのグループであり、10代で亡くなったメンバーは入れ替えられる予定であった。しかし、予想以上に人気が出てしまい、SM エンターテインメントは、その計画を取りやめ、結果的に解散までメンバーの交代は、行われなかった。 韓国ではアイドルのファンクラブごとに色を定め、その色の風船などを用いて応援するスタイルが定着しているが、これはもともと HOT のファンクラブがシンボルカラーを白にして白い風船を応援道具に用いたことに由来する。この応援カラーには他の歌手のファンクラブと重複しないという不分立があるものの色には限りがあるため同色を選んだ。 ファンクラブ同士で、いさかいが起こることが多く、HOT のファンも2006年、男性歌手ピのファンらが、規定の銀色ではなく白く光っているように見える、ケミカルライトを使ったことから、50人以上が、ピの所属事務所に押しかけて、そのケミカルライトの使用を止めるよう要請したことがある。韓国の公共放送局 KBS は青少年に、 悪影響を与えるとして1997年に服装規定を設けて出演者の衣装や髪型などに対する規制を開始したことから HOT は仕方なく2週や3週の活動時はバンダナやキャップでジャパツや染色した髪を隠したが長い髪に濃いメイクそして黒ずくめの衣装と日本のビズアル系ロックバンドの影響を受けたと思われる姿で イメージチェンジを図った4週の際は何も被らずに出演しようとしたため、KBS から出演許可が出ず、同局でのプロモーション活動が一切できなかった。それでも、KBS 側は年末の KBS 歌謡大賞だけでも出てもらおうと、局長級のプロデューサーまで借り出して、SM エンターテインメントやリーダーのムンヒジュンと掛け合ったものの、 文が KBS におもねっていると思われることを嫌って出演を誇示したことから前年獲得した同対象の候補者からも除外された。解散はトニー・アン、イ・ジェオン、チャン・ウヒョクの3人が将来に不安を抱いていたことに加え SM エンターテインメントとの金銭的条件が合わなかったことが原因だと言われている。ただどちらが解散の引き金を引いたのかについては 双方の説明に相違があり、3人は遺跡会見の時、2001年1月にはすでに SM から解散通知を受け取っていたと語り、SM 側はこれを否定して、HOT の中国での人気を重視していたことから、解散の意思はなく、遺跡先の親会社が株価釣り上げのため SM のスタッフを引き抜いた上で、契約の切れた3人をダッシュしたものであって、 逆に三人からはそれぞれ契約満了時に解約通知が送られてきたと反論している。いずれにしてもメンバーらはこの件に関して月日を重ねても多くを語ろうとしないため真相は明らかとなっていない。メンバーらは決して仲違いしているわけではなく解散後も HOT の歌を披露することはないものの数度イベントやコンサートで一堂に会している。結成については メンバーらは会うたびに話し合い、解散2年後の2003年には中国での韓流を盛り上げるため、SM エンターテインメントのオーナーで、プロデューサーでもあるイスマンの温度で、実現寸前まで行ったが、復活を目前にして、多額の CM 契約金が目当てと勘ぐられかねない報道が出たことから、誤解を避けるため見送られてしまい、その後も、たびたびは台には上るものの2017年まで、 実現には至らなかった。ありがとうございます。